ということで本日はこちら開けていきましょう。鬼滅の刃のスクエア缶バッジ。イエーイ。これ私個人的に、うんうん、開けたことあって、うん、こっちのやつ、うん、でその時は天元さんが出ました。うわー、そう、で今回その善逸めっちゃ良くない？すごいね、泣いてるわ。可愛いですね。さあ何が出るのか、うん、やっていきましょう、うん、はい。じゃあこっちは全員なんか絶叫してる。まあ可愛いよね。そっちは、うん、炭治郎、うん、ABC、ねずこ AB、全員 ABC、いのすけ AB。 おー、うん、その4人の中の何か。そう、なるほど。青い、青い。あ、ということはいのすけっぽい。はい。わー、いのすけー。わー、わー、いのすしが、いのすしのが好きやとしかわいいですね。かわいい、かわいい。そしてそして、お、かわいい。お、こっちは今柱です。お、まさき。おー、こっちはしのぶ。いいですね。いいですね。美しいわ。美しい、麗しい。ということで、じゃあ、まいまい。しのぶさんっぽい声で、しのぶさんが言わなさそうなセリフを言ってください。逆に毒舌やからさ、ちょっと難しいの、しのぶさんって。なんやろな、何言うのかな。ちょっと考えさせて。もしもし、耳大きいですね。何をするんでしょう。じゃあお願いします。あ、回ってくるの。なんやろ、言わなさそうだ。じゃあ思いついたの見せていいですか。いきます。モノマネは似てないかもしれないけど、いきます。もしもし、ここって禁煙ですか？なんかいいねくらい言わんと、ブラックしのぶさんですね。言わないな、絶対言わんわ。お願いします。はい。もしもし、今は明治何年ですか？タイムスリップしてきたんだけど。なるほど。はい、ということで今日はスクエア缶バッジ開封しました。バイバーイ。バイバーイ。